前田は極端に寡黙で、本人もそのイメージを利用しらくさせてもらっていると語った。そんな前田がこの世で一番苦手なものは、取材。前田は中東への遠征の際にチームメイトが、下痢に苦しむ中一人動じず食事をとるほど退職感。川島曰く前田は代表チームでの食事の際に、僕も食べる方だけどまだ食べてるのと思うくらい食べる。前田がシーズン最初のゴールを決めた相手は、J2 に降格するというジンクスがあった。ジンクスは6年連続で継続。このことを聞かれた前田は、思うところは何もない、もともと何も考えていないと発言。前田の奥さんは元会社員で、前田が26歳の誕生日を迎えた瞬間に婚姻届を岩田市役所に提出した。前田は1歳から小学1年生までの6年間、ロサンゼルスで過ごした帰国子女で、父親は伊藤忠商事の元役員。